はい、下げ好きな新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回はジンですね。今日もですね、ジントニックを突発枠でちょっと撮ったんですけど、まあ、それにね、乗じて、実は、山屋で買ってきました、ニューアムステルダムジンという、ね、値段が1300円ぐらいで、まあ、割りかし安かったんで。で、飲んだことなかったんでね。買ってみたんですけど。すごいかっこいい、これ。すごいボトルデザインがね。このね、ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、この黒い部分、裏に黒い部分があるんですけど、なんか、タワー、なんか東京タワーじゃないけど、多分、外国の多分タワーがね、塔がなんか立ってます。熟した柑橘類の香りと滑らかで長く続く後味が特徴のジンです。ストレートやカクテルベースとしてもおすすめです。容量が 750ml、アルコール度数40度。株式会社山屋。原産国名がアメリカ。アメリカか。原産国はアメリカか。これアメリカか。普通ジンって、ロンドンドライジンって有名なんですけど。だいたいイギリスのロンドンで作られてるのが一般的なんですけど。これはアメリカなんだ。これ結構味ってことは、あんまりドライじゃないのかな。結構多分味が、やっぱ作られてる場所によってやっぱだいぶ味違ってくると思うんですけど、多分だからちょっとこれは期待です。普段だいたいジンって本当に売ってるやつって結構ロンドンドライジンっていうタイプが多いんで。ね。そんじゃ、いただきます。乾杯。ストレートで。ん？ちょっとウォッカっぽいな。香りが。ん？あ、なんかちょっと特徴的だな。なんか、なんだこれ。香りがなんか特徴的だぞ。なんか、なんだ、花の香りがする。なんだろう。花の香り？香りがほとんどウォッカなんですよ。ほとんどアルコール臭というか、アルコールの感じの、ウォッカの感じ。なんですけど、飲んでみると、なんか、不思議な、甘い、花のような、ああ、やっぱなんかちょっとあれだな。ちょっと違うな、やっぱり。ニューアムステルダム人。あれロンドンドライジンなのこれ。生産はアメリカカリフォルニアなのに、なんでロンドンドライジンなのこれ。うん。あー、これみかんだ。これみかんの味だ。なんかすっごいみかんっぽい。このジンはグレープフルーツのようなキリッと少し苦味のある味ではなく、みかんやネーブルのような甘酸っぱい味わいによってるってこと。あ、ほんとだ。これみかんの味だ。こたつでみかんを食べた時の、ちょっと甘い、あんな感じの味がするわ。
ちょっと、ジンらしからぬちょっとこの味ですね。大体確かにジンって、どっちかっていうと、グレープフルーツっぽいんだよね。グレープフルーツっぽいんだよね。これはみかんっぽいもんね。結構珍しいな。味としてはなかなか、違うなって感じはするね。ちょうど氷があるんで、ロックでいただきましょう。もう結構酔ってきたな。結構酔ってできたよっと。あ、でも山屋で普通に売ってたんで、結構手に入りやすいとは思うんですけど。確かにやっぱり甘いな。甘いっていうか、柔らかい。やっぱみかんですね。みかんの味わい。温州みかん。温州みかんだっけ？温州みかんか。これはなかなか、珍しい味わいのチンですな。ニューアムステルダム人。マティーニ。でもさ、原産国はアメリカでしょ？なんでアメリカで作られてるのにロンドンドライジンなんだ。よくわからん。アメリカン人。でもロンドンドライジンなんてどこにも書いてないんだけどな。普通、ジンでロンドンドライジンの場合、こういう風にビーフィーターだとロンドンドライジンって、デカデカと書いてあるもんなんですけど。全然書いてない。どこにもロンドンドライジーなんて書いてないんだけどね。まあそりゃそうだよな。だってロンドンじゃないんだ。ビーフィーターはちゃんとロンドンで作られて醸造されてるジンですから。あれですけど。ただアメリカでしょ？やっぱロンドンドライジーって全然違うね。確かに、これ。アメリカのジン、すごい違う、味が。なんか甘いっていうか、なんか、キリッとしてない。なんかこう、もやもやっとしてる感じ。味が。なんかもやもやっとしてる。なんかこう、キレが悪いっていうのかな。結構口のに残る香りが結構口に残りますね。なんか。なんかこう、口にこう、ずーっと、なんかある感じ。キレが悪い。キレが悪い人かな。
でもやっぱりキレのあるジンの方が俺好きなんですけどね。やっぱりね、なんか、ビーフィーターとかみたいにこう、ビーフィーターとかゴードンとかみたいに、やっぱキレのあるやつの方が好きだね。まあ基本的にやっぱり、ジンってそもそもロンドンドライジンが発祥だから、ロンドンが発祥だからね。まあそれがやっぱり、なあ、そりゃそうだろう。やっぱりその、結局何でもそうですけど、だってビールだってさ、ドイツ発祥でしょ？だったらドイツのやつの方が一番うまいわけでしょ？ねえ。そんなもんですよ。全部その、発祥地が、で作ってるやつが一番うまいに決まってるんですよ。ロンドンで作られている、生産されているジンが、現在は、ロンドンナンバーワンジンというジンだけらしいです。本当かよ。ロンドンジンという名のついたジンはたくさんありますが、実際にロンドンで生産されているジンは、このジンだけです。嘘。ビーフィーターもそうじゃないか。ビーフィーターが唯一じゃなかった。本当かよ。ビーフィーターって、ビーフィーターも今は、ロンドンで作られてるジンじゃないの？あれ？違ったっけ？今なお、あ、やっぱり。ロンドン市内で蒸留されてるビーフィータージンが、あれなんですよね。ロンドンで蒸留されてる唯一のジンだって聞いたことあるんですけど。1820年創業以来変わらずレシピを守り続け、今なおロンドン市内で蒸留されてるロンドンドライジン。逆に聞くけど、ロンドンドライジンのくせに、ロンドン市内以外で蒸留されてんのかよ、他のジンは。逆に驚きだよ。ほとんどロンドンドライジンじゃねえじゃん。うわ、結構ジンっていっぱいあるんだな。あ、ビクトリアンバッドジン。これも飲んでみたい。かわいい、かわいいじゃわ。なんかかっこいい名前が。ビクトリアンバッド。ビクトリアンバッド。かっきー。かっきー。ああ、プリマスジンも飲んでみたいですね。はあ。だいたいなかなか売ってねえんだよ。プリマスジンとかさ。
ビクトリアンバッドとかさ。しかもどれもこれも大体高いんだ。あ、ビーフィーター24ってあったな。これも飲んでみたいけど、高いんだよな。普通に高いんだよ。あ、ブートルズジン、ブートルズジンも飲んでみたいっすね。いっぱいあるんだね、ジンもね。出た、ロンドンジンの大メジャーブランド。ビーフィータージン。その、ジュニパーベリーの種とアンジェリカの根など使用する処方を守り続けており、その具体的な内容については門外不出の、不出となってます。これすごいよ。レシピが不出。秘密規約がもうあるんだよね。ボンベイサファイア。ボンベイサファイアもうめえよな。俺もこれ最初飲んだ時びっくりしたもん、うまくて。うまくてびっくりしたもんな。あとボトルデザインもすげえかっけえっていうか綺麗だし。うまさに驚いたもんだよ。でも、ビーフィーターの47度のジンはあんまり美味しくないよね。個人的に。っていうか、基本的に47度のやつと40度のやつがあるっていうやつって大体まずい。47度の方が大体まずい。ギルビージンもそうだけど、37度のやつと47度のやつがあるけど、あれ、47度のやつすげえまずいんだよ。なんかやっぱりみかんの味にも加えて、なんかみかんの華やかな香りもあるな、このジンはな。はい、3443です。ご視聴ありがとうございました。